アン軍は、インドネシア・ジャカルタ出身のポップシンガー・ソングライターで、ある。インドネシアのジャカルタにて、ジャワ人の作家の父とジョグジャカルタの多い家族出身の母のもとに生まれる。彼女の名前は、バリ語で夢からの優美さという意味。イスラム教徒ではあったが、幼少期はより良い環境下での学業のため、カトリック系の学校に通っていた。7歳から、 父の元厳しい歌のレッスンを開始する。そして間もなく母親がマネージャーとなり歌手として売り込みを始める。9歳の時に曲作りを始め子供向けのアルバムを発表する。10代前半の頃はボンジョビなどのロックに影響を受けた。12歳の時に公式のファーストアルバムドゥニャーアクプニャーを発表。インドネシアロック界の巨匠をヤンアントノによるプロデュースであった。 しかしこのファーストアルバムはヒットには繋がらなかった。それから3年後、民ピというソフトロック調の曲を発表し人気を得る。1990年には彼女最大のヒット曲、ーアトゥーア,ゥーアケラディを発売、以降人気を持続する。1992年にフランス人エンジニアと交際を始め、後に結婚。夫は彼女のマネージャーとなる。 1993年には、自身のレコード会社を設立し、インドネシア国内での最後のアルバム暗軍誌、サスミー・ラを発表し、大ヒットを記録。19歳の頃になると、インドネシア国内での活動に行き詰まりを感じ1994年から、世界へ向け活動を開始する。まずは、ロンドンにて売り込みを始めるが、期待外れに終わり、夫の故郷であるフランスへ移住し音楽活動を、 開始する。96年にセリーヌ・ディオンなどとの仕事で有名なエリック・ベンジを紹介され暗軍の声と才能に惚れ込み、ファーストアルバムの準備に取りかかる。無事にレコード会社とも契約し97年にフランスでのファーストアルバム AU ノム・デ・ラ・ルーンを発表。アルバムからのデビューシングルラネージュハ・ AU サファラはフランスのシングルチャートで16位となり、 最先の良いスタートとなる。アルバムも34人まで上がり、アジア出身のアーティストとしては異例のヒットとなる。このヒットを受け5番スノー・オン・ザ・サハラも制作され、世界33カ国で発売される。シングルスノー・オン・ザ・サハラはイタリアやスペインでもヒットを記録し、一躍ヨーロッパで有名となる。その後も順調に、 フランス国内はもちろん世界中で曲がリリースされ長く人気を保つ。2002年にはデンマーク映画幸せな孤独のサントラに参加。ディープフォレストや DJ カムなどコラボレーションにも多数参加。長年のフランスでの活動に敬意を示され2012年のユーロビジョンソングコンテスト2010年にはフランス代表として参加。2015年からアジア。 S エスガットタレントに審査員として番組へ参加。1992年から99年まで、フランス人、ミヒエル・ジョージャと結婚していた。2004年から2006年まで、カナダ人、オリビエ・モーリーと結婚していた。2006年に、フランス人作家シリル・モンタナと結婚し、2007年に、ジョジを儲けるも、2015年に離婚した。インドネシア語アルバム、英語アルバム、フランス語アルバム。 ありがとうございます。